石井義人は埼玉県川口市出身の元プロ野球選手、コーチ。愛称は、チャッキー。小学生で前川バンビーズ。中学時代は、越谷リトルシニアに在籍。浦和学院高等学校時代の1994年に、第76回全国高等学校野球選手権大会、1996年に、 第68回選抜高等学校野球大会、第78回全国高等学校野球選手権大会と3度甲子園出場を果たした。三浦隆は高校時代の同級生で、当時は三浦がエースを務め、石井が4番を打っていた。1年上に木塚厚がいた。1996年のドラフト会議にて、横浜ベイスターズから4位指名を受け入団。 1999年は5月にジュニア月間 MVP を獲得したが、7月に右足の腫瘍を手術し、残りは治療に専念した。2000年から一軍で活躍し始め、プロ初本塁打を放ち、規定打席には到達しなかったが打率、328を記録した。しかし、守備難が問題視され、三塁手としては、古木克明、村田修一の加入もあって、 次第に出場機会を失う。2002年オフ、中島聡と富岡久隆とのトレードで、細見和紙と共に、西武ライオンズへ移籍した。2004年は、高木博之の不調で、シーズン後半に二塁手として、出場機会を増やし、規定打席不足ながら打率、304を記録した。2004年のパシフィックリングプレイオフセカンドステージ第5戦では、 6回、表一四万塁に、代打で登場、荒垣渚から、左翼フェンス直撃の逆転的時二塁打を放ち、リーグ優勝に貢献した。2005年は6番、二塁手で、プロ9年目にして、初の開幕スタメンをつかむと、高木博之の離脱で二塁手の定位置をつかんだ。開幕から、好調な打撃を発揮し、5月の月間 MVP に、輝いたほか、 交流戦では4割を打ち、交流選手移打者にも輝く活躍を見せた。プロ入り初のオールスターゲーム出場も果たす。8月27日、西口文也が9回まで無安打無支給を続けたものの、味方も無得点だったために延長へ突入し、10回表に安打を打たれて完全試合を逃した試合で、10回裏に福森和夫から、 サヨナラ的地打を放って西口に白星をつけた。初の規定打席到達で3割打者となり、打率はリーグ4位の312出塁率391という好成績を残した。2006年も9番二塁手で開幕スタメン出場したが、5月に左足裏通で降格し、片岡駅市に二塁手のレギュラーを奪われた。 中島博之の離脱で3番打者が不在になり、復帰した石井は8月1日から3番に抜擢され、中島の穴を埋めた。規定打席には到達しなかったが、打率312の好成績を残す。2007年は中村豪也が不審に陥ると3類種で、片岡が離脱すると2類種での起用が増えた。4月後半には1.2番打者が決まらず、 高い出塁率を見込まれて起用された。打率は250付近から上昇せず、守備でも6失策と制裁を欠いた。最後まで中村との併用が続き、レギュラー確保はならなかった。オフに結婚、挙式した。2008年は中島が北京五輪のために離脱した際は、片岡が遊撃手に回って二類を守り、クレーグ・ブラゼルが指名打者となり、 石井が一塁手として起用されることも多かった。終盤は、ブラゼルの離脱もあって一塁手のレギュラーに定着した。2008年のパシフィックリーグクライマックスシリーズでは5試合中4試合にスタメン起用され、15打数8アンダ4打点と、好成績を残した。日本シリーズでは、第5戦で先制だと勝ち越して記事打を打つなど、通算で16打数4アンダ2打点の結果を残した、 アジアシリーズでは、決勝戦の9回裏に、死球で出塁後、佐藤祐介の左中間への安打で統一セブンイレブン、ライオンズの簡満な守備を突き一塁から一気に、本塁に生還した。2009年は、規定打席には届かなかったが、退団したブラゼルに代わる5番、一塁手のレギュラーとして、自己最多タイの125試合に出場した。粘り強い打撃で打率。 300の好成績を残して、打線の重要なつなぎ役となり、中村強しなりとの勝負を避けられない場面を増やし、中村の本塁打を獲得に貢献した。左投手には打率。136と弱かったが、右投手には打率。310で本塁打。打点はすべて右投手から上げた。一塁守備でも三失策と安定感を示した。二千十年のシーズン当初は、 相手の利き腕に合わせて、平尾博次との併用が続き、6月に一類一種の、ホセ・フェルナンデスが加入すると先発出場が激減。対イに投手相手での代打の切り札となり、293の打率を残す。また、対戦数は11打数と少なかったが、苦手の左投手相手にも、273の打率を残した。オフの契約公開では、 保留を繰り返したが、三度目の交渉で、初回提示から、上積みなしの現状維持でサインした。2011年は、出場機会を増やすために、外野手にも挑戦したが、若手企業のチーム方針や、自身の打撃不振もあり、12試合の出場に止まった。10月9日に、戦力外通告を受け、11月24日に12、球団合同トライアウトを受験、12月6日に、 読売ジャイアンツへの入団が決定した。2012年2012年は4月20日に一軍、登録されると4月26日に遺跡後発案だと、なるに類打を記録。5月2日に登録を抹消されたが、最小格後の5月23日に、古巣の西部相手に代打でスクイーズを決め遺跡後発打点を記録した。主にタイミング投手の代打として起用され、 スタメン出場は一度もなかったものの代打打率405得点圏打率444を記録するなど代打の切り札として勝負強さを発揮しチームの優勝に貢献した中日との CS ファイナルステージ第5戦では9回裏1四万塁のチャンスで代打の代打で登場抑えの山井大輔からサヨナラアンダを放ち同シリーズの MVP に選ばれたこの年は プロ入り後初めてチーム内に同性の選手がおらず、スコアボードの表記が石井となった。2013年は前年のような結果を残すことができず、翌年の2014年もわずか7試合の出場にとどまった。同年10月25日に球団から戦力外通告を受け、10月27日に現役引退を発表。2015年2016年は独立リーグの ルートイン BC リーグへの新規参入球団、武蔵ヒートベアーズの打撃コーチを務め、2017年により、山形県南陽市にある、高徳会、佐藤病院の社員として勤務する傍ら、同社野球部の顧問を務め、部員への指導も行っている。就任1年目には、第72回天皇支配、全日本南式野球大会で、チーム過去最高の3回戦まで勝ち進ませた。 2018年の第73回天皇支配では、代打要員として、選手としても出場登録し、兼任監督としての現役復帰の報道がなされたが、実際に出場することはなかった。同大会を最後に退任。2016年秋頃から片平新作の誘いで、日本女子プロ野球リーグの指導に関わることもあり、2019年1月からは、正式に、 日本女子プロ野球リーグの野手総合コーチに就任。同年9月17日をもって退任した。オープンスタンスの構えから、広角に打ち分けるバットコントロールが特徴。打撃の天才とも称される天性のバッティングセンスは、高校時代より注目されており、高校日本代表の一員として渡米した際には、シアトルマリナーズのスカウトの関心を引いた。谷沢健一には、バットを、 テニスのラケットのように使える選手と評された。文化放送ライオンズナイターでは、斉藤和美に赤いバットのテクニシャン、うるわしの広角打法と呼ばれた。2005年にはインボイス西部ドームで俺たちの主打者とアナウンスされていた。バントは自他共に苦手と認めている。当初から打撃に定評はありながらも、守備に難があり、出場機会に恵まれていなかった。 2012年から在籍した巨人では、代打での途中出場が主だったが、そのまま一類種に入ることも多かった。5月28日の日本ハム戦では4年ぶりに二類種を務めている。ありがとうございます。